アニメーション監督湯浅政明の世界で、湯浅政明さん、そして氷川龍介さん、ちびまる子ちゃん、フィン、そしてジェイクにお越しいただきました。すごく賑やかですけども、まる子ちゃんにもお話を伺いたいんだけど、まずは湯浅さんにお話を伺いたいと思います。前を失礼します。監督、こうやってご自身の特集組まれるっていうのはいかがですか？大変光栄ですし、こんなもう一度見ているもらえる機会をいただいて本当に嬉しいと思っています。こういった皆さんと一緒にキャラクターたちとレッドカーペットを歩くっていうのはいかがでしょうか？とも不思議な感じですね。なんか昔ずっと描いてたキャラクターたちと一緒に歩いてるのはちょっととても不思議な感じです。そして今回ですね、いろんな作品が遡ってデビュー当時から皆さんにご覧いただけるわけなんですけども、どういうふうな作品を改めてこの大きなスクリーンで皆さんにご覧いただきたいですか？そうですね、とにかくアニメーションということにこだわって作品を作っています。で、劇場でしかわからないような部分もあると思うので、ぜひ劇場で見ていただきたいと思いますし、多分これまで知らなかった人にもなんかこういう映画があるんだというふうに思っていただけると嬉しいなというふうに思っています。と、新しい映画も28日に発表になるので、それにも注目してほしいと思っています。その新しい映画の見どころはどんなところでしょう？本当まっとうな青春ラブストーリーなんですけど、詳しくは28日に言えって言われてるんであまり今言えないんですけど、ぜひよろしくお願いします。はい、最後になるんですが、今のこの現代の日本のアニメーションのこの立ち位置で、これからどういうふうに展開していくと予想しますか？そうですね、自分が子どもの頃に見た本当に楽しいアニメーションっていうのをまた今の形で提供できればなと思って頑張っています。ぜひよろしくお願いします。進化もしつつも、そういうぬくもりは絶対に忘れないということですよね。そうですね、はい、ぜひ皆さん大きなスクリーンでたくさんの湯浅監督の作品をご覧ください。どうもありがとうございました。ありがとう。